日本料理界の猛者たちがガチンコバトルを繰り広げる有頂天レストラン。3回目にしてトラブル続出。大好評5ミニッツクッキングでは初の制限時間オーバー。さあ間に合うんでしょうか。あと10秒ですけど、スタート。間に合った。間に合った。乗りましたね。さらに新たな副支配人泉谷しげるがやりたい放題の大暴れ。おマジで誰やブッキングした。本当だ。大波乱の幕が今切って落とされる。オバレズラキュイジーヌ。有頂天レストラン。さあ今夜も新進気鋭の凄腕料理人とモンスターシェフとの異種格闘料理対決が始まる。今回は史上初の女性美人チャレンジャーが降臨。新進気鋭の若手フレンチシェフがイタリア料理界の重鎮、伝説とも呼ばれるイタリアンシェフに挑む。いやー、見てください、今機がひっくり返りました。今回も高級食材のオンパレード。宮迫さん、オマールエビを取り出しました。うわー、生きてますね。すごいですね。さらに一流シェフを真似できる旬食材のとっておき調理法も。未だかつてないフレンチとイタリアンの究極の丼対決も見逃せない。ではスタート。異種格闘料理スタジアム有頂天レストランへようこそ。私、当スタジアムの支配人宮迫です。そしてどうぞどうぞ。私が副支配人の泉谷茂です。はい、あの泉さん、もうこれ本番なんですよ。分かってますよ。はいとかじゃなくて、まず誰ブッキングしたの。打ち合わせ段階で冗談で、あの鈴木拓がねやってた場所なんですけども、拓がスケジュールで NG、 誰か代わりいないか、泉谷さんとか面白いけどなって言うたんは冗談やで。冗談だよ。だからこの人は段取りとか台本とか全部無視なんだから。お任せください、支配人。大好評の第1弾、第2弾に引き続き、もう第1回、第2回、過去の、ね、もう放送も視聴できますので、皆さんぜひご覧ください。すごい戦いですから。さあそれでは参りましょう。今夜のチャレンジャーの登場です。世界を目指す若き才能、今夜のチャレンジャーが登場する。女性フレンチの新星が見参、木本陽子。おその経歴は異色そのもの。フレンチの巨匠ジョエル・ロブションの日本支店で修行を積み、グローバルな視点を求め韓国にも武者修行。豊富な料理知識を生かしたイノベーティブフレンチを提供する。レストランイエンエグゼクティブシェフ、フレンチ界を背負って立つ注目の料理人、チャレンジャー木本陽子。すごいですね。ロブションで修行なされた後に次韓国を選ばれたんですね。はい。なんでなんですか。全く別のジャンルじゃないですか。いや、私韓国と日本のハーフなんですよ。はい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 、はい、なので母国の、そうです、韓国料理で育ってるんで、はい、そういうのを生かした料理ということで楽しみでございます。さあそして迎え撃つモンスターシェフの登場です。迎え撃つモンスターシェフがいよいよ対決の舞台へ。イタリアンのモンスターシェフ渡辺明。色彩あふれるイタリアンの重鎮、野菜を操り仕上げるカラフルな料理は人々を魅了。今や定番となったバーニャカウダを日本で流行らせ、元祖予約の取れないお店に。イタリアン界のファンタジスタ、モンスター渡辺明。すごいですね、雰囲気からしてもう登場がもう完全に、いや、いい意味で生きてましたもんね。いや素晴らしいですよ。バーニャカウダ流行らしたってすごいことじゃないですか。あれでクラ立ちましたけど、何でもそうです。いやほんまなんでしょうね。いやいや、モンスターと対峙してどうですか。実際に生きてる中で会うとも思ってなかったんで、ちょっとお会いできることにちょっと対決するなんてことありえないですもんね。そうなんですよ。
見てください。すごいロマンスグレーですよ、はい、そこ。さあそしてモンスター渡辺さん、もちろん自信の方はあるとは思いますけども、いかがでしょうか。女性相手なんて結構逆に緊張、はい、, 笑った時の歯の白さがうさんくさいですけどね。大丈夫ですか。ただまあモンスター、今回女性で若いですけども、言ってもロブションで修行されて侮れませんよ。負けるわけにはいかないですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあそれでは対決のルールの説明をいたします、はい、有頂天レストランバトルはテーマが違う料理対決の2ラウンド形式。ファーストラウンドのテーマは5ミニッツクッキング。ルールは2つ。料理に費やせる制限時間はたったの5分。そしてもう一つは当レストラン指定のテーマ食材を使うこと。ただその食材を料理人2人はまだ知らない。なぜなら、はい、なぜならなぜなら、はい、支配人自ら食材を選んだんでしょ。その通りでございます。私あの被災地であります福島県でですね、今回のテーマの食材ゲット、これも素晴らしい食材が手に入りましたので紹介しましょう。今回のテーマ食材はこちら。おお、福島県いわき市産のトマトでございます。これは美味しそうですね、はい、お大好きトマト派ですから。このトマトを提供してくれたのは福島県いわき市にあるワンダーファームさん。いやーテンション上がる。とにかく大好きなんです。あ、そうですか。もう毎日食べてます。あ、宮迫支配人も大好きな今回のテーマ食材、はい、支配人自ら収穫。いきますよ。そう、今日簡単に取れた、はい、うわ綺麗なトマト。いやこれ、このトマトは何ていう。これは桃太郎ワンダーと言いまして。桃太郎ワンダー、トマトといえば桃太郎というぐらいメジャーな品種で、はい、その中でも桃太郎ワンダーという桃太郎の中でも最新の品種です。へー、はい、どういったものですか。やっぱり一番生で食べていただくのが生で。似合う。バランスいいですね。そうですね、バランスいい、うん、本当に生で食べるのが美味しい。うわ、うまっ。適した調理法が様々な3種類を提供していただくことに。これも本当にあの料理の皆さん最高のトマトですから、もう腕の見せ所です。生で食べても調理しても美味しいので、ぜひ料理で美味しく作っていただきたいです。というわけで3種類のトマトスタジオに持っていきます。いかがでしょうか、挑戦者。どうですか。いやフレンチって結構その出汁とかには使うんですけど。そうか、意外と加熱なんですよね使うのが。なんで5分って聞くと、はい、その謙遜が怪しいですね。ありますね、謙遜してね、ない一緒に走ろうねってマラソン大会一緒に走ろうねとか言って、よーいスタートでめっちゃ走るタイプの。そっちですか。モンスターシェフ、トマトはまあイタリアンでいうとも定番食材ですもんね。最も得意な食材なんですけど、はい、なんか逆にね。そうですよね、最も得意であるからこそさらに負けるわけにはいかない。ハードルが上がってしまいますから。さあそれでは両者スタンバイお願いします。有頂天レストランバトルファーストラウンド5ミニッツクッキング、いよいよスタート。ここからは審査員のデヴィ夫人と神田うのさんも参加。デヴィ夫人とってなかなかあんまり見かけたことないんですけど。え、そうですか。え、そんなことないね。ないよね。ね、ケンボーと3人で。美川さんと3人セットなんですか。はい、濃すぎでしょ、その3人。そしてですね、審査員3人なんですけども、支配人が入ってるのはどうなのかというのもありましたので、隣の方がやります。大丈夫ですか。進行なんかどうでもいいね、俺。未だかつてこんな濃い横並びありましたね。さらに料理の解説をしてくれるのは肉のスペシャリスト、クロッサム森田隼人先生。そして現場の熱気を伝えてくれるのは宮迫チャンネルのアシスタント、堤&西木戸。そして野菜も福島県をはじめ全国の産地から青果日和さんが協賛で提供してくださっております。ありがとうございます。さあファーストラウンド5ミニッツクッキング、ここからはノンストップです。終了のベルが鳴った瞬間料理が出来上がっていなかった場合は即失格ですから。さあ行きますよ。それでは参りましょう。
5ミニッツクッキングスタートです。さあ始まりました、日本のトマト、海外の技法、両者がですねどのような技法で調理をしていくのかすごく見どころですね。宮崎さん、そうですね、イタリアンは定番ですけども、はい、フレンチと韓国料理の中でトマトというのはあまりイメージはないですけどね。しかもこう初の女性シェフということで、はい、女性的なお料理、トマトとの相性いいんじゃないかなと思ってます。はい、その中であのやっぱこうトマトというのはですね、こうどの温度で出すのか、それから食感、あと最後盛り付けの色合い、この3点が今回の勝負の、キーになるのかなと思ってます。5分間で宮迫さん、はい、チャレンジャーなんですが、いきなりトマトすりおろしております。すごいね、皮付きのまますりおろしてる。すごいですね。あんまり湯むきするんじゃなくて ねそうですね、本当であればこうジュースターにかけたりするんですけど、あ、今度モンスターもひょっとしたら渡辺シェフもすりおろしてますね。両者すごいですね。あ、すごいすごい、これは偶然の一致。なかなかね、残り4分、はい、残り4分、色味が残り、香りもそのまま取れるので、はい、あの変なストレスが当たらないので、これは和の技法を使ってらっしゃるなというところですね。モンスターは皮目の方はほぼほぼ使ってらっしゃらないですね、うん、すりおろしも。そうですね、面白いな。たまたま5ミニッツクッキングで両者が同じ手法になるというのは、はい、そうですね。いや、色味綺麗なお料理出てきそうですね。楽しみですね。もうトマト大好きですから。トマトの赤大好き、しかも私のラッキーカラーなの、今年の赤。今年は赤ごめんね、関係なかった、ごめんなさい。でもトマト大好き。全然いいですよ、ラッキーカラーがトマトということでね、はいはい、そこはあのきっちりカットしていきましょう。いやでも木本シェフ、女性ということで、もともともう本当にロブションにおられてですね、はい、この戦いはまさにフレンチ対イタリアンという、でも食材としては和のものを使ってるという、はい、残り3分、渡辺シェフ、イタリアンということで細いパスタを取り出しましたね。カッペリーニでしょうね、おそらく冷製パスタなのでしょうか。確かに、あの多分カッペリーニじゃないとこの5分間で茹で上がらないですね。そうですよね、はい、時間的には。ということは冷たいパスタですね。木本さんなんですけれども、トマトを裏ごししてですね、その後タコですかね、タコの切り身に手を差し伸べました。マリネっぽい感じ、何かと混ぜてる。トマトとタコというのはちょっとこれ今の段階ではまだ想像できないですけれども、和の食材2つ使って、もともとヨーロッパではタコっていうのはあんまそん食べられる食材ではないので、はい、今ここでタコを使ったっていうのは木本シェフ何か考えがあるんじゃないですかね。何でしょう、まあ、韓国料理でタコとかね結構出てきますけども、確かに確かに、タコも細かくカットされてますね。タコ細かくして上に乗せるのか、こう見てる感じでは時間間に合うとは到底思えないんですけどね。そうですね、今ちょうどパスタを茹で始めましたね。間に合います、あと2分しかないですよ。残り2分、残り2分、トマトのカットが両者済んだところで、今度はプチトマトをカットして、はい、そうですね。木本シェフは今薬味ですかね、なんか全体的に今スライスされてらっしゃいますね。5分はひどくないね。短すぎるよね、5分は短い。この間はもう5分ぴったりでしたわ ね。いや、これは間に合うんでしょうか。モンスター、今あのソースは別皿に添えられましたね、ということはパスタと合えないんですかね、もう盛り付け自体は完成されてる気がしますね。オクラですよ、オクラ。オクラ、ね、旬ですね。純菜、純菜、大きい純菜。うわ、好きなもんばっかり入ってる。本当だね。宮田さん、はい、ちょ、花びらですかね、これは。え、花びら、こちらは食べられるお花じゃない。あ、食べられるお花、食用のお花、ね、残り1分、残り1分、食用のお花ですね。綺麗にデコレーション、デコレーションして。さあ、木本シェフなんですけれども、今から何を作っておられるんですか。フランスのソースで、こういうソースがあるんですけど、はい、わ、綺麗ですね。そのソース、きっとあのソースラビゴットと言いまして、そうです、そうです。向こうではあの元気が出るというようなね、そんな意味があるようなソースですね。まだ全然完成してないですけど、はい、絶対にうまいんでしょうね。そうですね、もうなんか聞いてるだけでうまいですね。はい、残り30秒、残り30秒、時間がないですね。これは、第3回にしてファーストステージ両者失格ありえますね、これは。なかなかね、もう大慌てですから、やっぱ5分ですから。いや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 、短いだろう。14、13、12、間に合うんでしょうか。11秒ですけれども、スタートを飛ばしました。間に合うか。7、6、5、4、
乗りましたね、パスタを。そして、しないとしない。マッスミ。うわもうギリギリ。今、木本さんの湯葉に手を入れました。ずっとタイマーがピピピピってなり続けます。はい、湯葉で、先ほどの具材を包み込み、飾りを付けをして、こちら完成でしょうか。はい、すいません。木本シェフ完成です。ちょっと時間超過しましたね。すごい挑戦しますね。これは、そうですね。なんとかします。なんとかすごいわ。なんとチャレンジャーがここで20秒オーバーという事態。審査員の審議に委ねることに。そういうのも加味して審査すればいいの？せっかくやっていただいたんだからこれ、はい、ね。ということでチャレンジャー木本、失格は免れたものの時間超過を含めて審査することに。でも見事ですね。見事に最後のコパッとこの、うん、モンスターももうパスタ投げるように入れた。投げてもあ、マジ興奮のるつぼと化した5ミニッツバトル。この後ファーストディナー。まずはチャレンジャー秋元のトマト料理から。完成したのがトマトのすり流し、タコの湯葉生春巻き。まずはトマトのすり流しで純粋にトマトのこの旨味を味わっていただいてから、ちょっと味変でこの湯葉を崩していただくと、最後ガスパチョ風に召し上がっていただこうと思います。タコや野菜を使ったラビゴットソースを湯葉に詰め、和のテイストも意識した創作フレンチの一品。さあ行きましょう。それではチャレンジャーのファーストディナーお召し上がりください。いただきます。いただきます。見た目も涼しげですしね。うん、そうね、綺麗ね。うん、いやー、うん、期待しちゃいますね、これ。うん、トマト、美味しい。美味しい。お出汁も入ってますね。あ、カツオ出汁。カツオがね、だからそれが旨味となって美味しい。うんうん、では、中崩していただこう。このスープのトマトの、すごく美味しいですね。うん、ただタコって結構硬いですね。あの吸盤を入れて食感を、うん、はい、タコの吸盤を入れて。吸盤ちょっといいですかね、泉谷さん。あの食事じゃないですよ。さっきからズルズルズル食って何にも言わへんけど、抱え込んで食うのとかやめてください。やめてください。これはね、人たらしの味だね。人たらしの味。ちょっと韓国のテイストがちょっと入ってて。韓国のテイスト。入ってないですよ。入ってないですよね。あのすいません、韓国のテイストは入っておりません。全く入ってないと思います。お願い。素晴らしい。美味しい。美味しいです。美味しい。もう高評価でございました。さあどうなるでしょうか。木本さんありがとうございました。ありがとうございます。続いてはモンスターシェフ渡辺が5分ギリギリで仕上げたトマト料理。作ったのはつけ麺風トマトパスタ。トマトをこうすりおろしまして、はい、そこに濃いお醤油と出汁とったものを少し入れまして、発想を変えてつけ麺みたいにしました。そうですよね。これはまたすごいね。食べられる花を添えた細麺カペッリーニをトマトの漬け汁で爽やかに仕上げた一品。それではモンスターシェフのファーストディナーお召し上がりください。いただきます。いただきます。食べるのがもったいないぐらい綺麗ですね。でもイタリアンと、まずスープ飲んでいただいて、お箸でこうつけ麺しながらつるつるつると、うん、まずスープいただきましょうか。これはびっくりだな。これ投げたパスタですよ。この細さがまたおしゃれだね。これではいただきます。泉谷さん麺につけてください。ついにつけてください。あのカラスミのね塩気でそれだけでも美味しいですけど、うん、マジで誰やブッキングした。いろんなこのお花のお味がすごい。普通結構ねこうエルダーフラワーとか結構飾るっていうだけのものが多いんだけど、この中にいろんなのお味がするの。ちょっと泉谷さん立ち食いそば来てんちゃうで。そのためにさ昨日からちゃんと食べてないね。昨日から本当大げさ。泉谷さんもう私ガスパッチョ大好きですし、うん、カラスミも大好きで、私の大好きなものはここに詰まっていて、うん、ね、ほとんど耐えられてしまってます。そうですよね、うん、素晴らしい評価でございました、うん、渡辺さん、はい、ありがとうございました、はい、お花も綺麗です ね。いよいよファーストラウンドのジャッジ。味はもちろん見た目や香りなど総合的に判断される。
果たしてファーストラウンドでより多くの評価を得たのは。ファーストラウンドジャッジ、有頂天レストランバトルファーストラウンド5ミニッツクッキング、審査員の舌を天空へ導いたのはどちらなのか。ジャッジメントタイム。ジャッジデヴィ夫人。モンスター。ジャッジ泉谷。モンスター。ジャッジ神田宇野。モンスター。というわけです、ファーストラウンドウィーナーはモンスターシェフ。でもチャレンジャーさんのスープ、はい、すごい美味しかった、うん、本当に素晴らしかった、でよくできてました。僅差の勝負ということになるんですけども、ただファーストラウンドですから、うん、次のセカンドラウンドの結果です。では早速セカンドラウンドに参りましょう。とその前に、宮迫さん、はい、普段から除菌とかウイルス対策って、まあ、されてますよね。めちゃめちゃしてるよ。もうこの時期やからスーパーとか入る時もするし、うん、出る時もしますよ。まあ、そうですね。今日なんですけども、はい、対策をしたしないでどれだけ違うのかっていうのをですね、はい、ウルームさんの協力で実験をしたいと思います。なるほど、はい、ウルームさんの番組でいつもはね、あの、はい、採用させていただいてる、はい、そうですそうです、はい、今回なんですけれども、うん、まあ、食事をテーマに食パンを使って実験したいなと思っているんですよ。はい、はいはい、まずなんですけれども、はい、これスマートフォンが置いてあります。はい、スマートフォン多分一番手で触るものなので触るよ、結構菌がついてると思うんですよ。うん、まずはこのスマートフォンを触ってください。人のやつは僕触れないです。あ、じゃあやめときましょう。じゃあやめときましょう。はい、うまく回せまんべんなく触っちゃいましょう。まあもう画面から何から、まあだって、はい、触りましたよ。はい、この状態でですね、はい、まず食パンが用意されてるんですが、うん、まずは左手で、左手、はい、スマホを触った状態の左手でこの食パンを触っていただきます。触るよ。これこういうことよ。そう、もう押さえつけちゃいましょう。グイーと、はい、今菌がね食パンにべったりと、はい、これぐらいでいいかな。はい、じゃあこちらを先にもうジップロックの中入れちゃいましょうか。はい、手袋してるとね、なかなか分かる分かるはい、これ入れましたので、分かりやすいように何かマークつけておいてもらっていいですか。ついてる、はい、あ、分かりやすい、はい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 、次右手なんですけれども、はい、こちらのウルームで除菌していきましょう。はい、はい、うわ、こんな感じで綺麗に細か、まんべんなくいくね。まんべんなくいきましょう。綺麗にしちゃいましょう。じゃあこの状態でパンを、ウルームで除菌した右手で食パンを触り、同じようにきれいに保管します。除菌済みということで、はいはいはい、はい、どういった違いが出るのかが、はい、まあ、3週間後ぐらいしたら分かるようになってるので、うん、3週間ここで待っとくわけにはいかませんのでVTR をご覧ください。どうぞどうぞ。こちらです。じゃん。除菌をしなかった食パンはカビ菌が繁殖、一方ウルームを使って除菌した食パンはカビ菌が少ないという結果に。つけてなかったらこんななんねやっていうのが衝撃的やな。怖っ。ちゃんとあの結果を見たい方は概要欄に貼っ付けておきますんで、そちらの方でご覧ください。すごいです。除菌にぜひウルームをお試しください。セカンドラウンドの対決種目は究極のどんぶり対決です。どんぶり。セカンドラウンドは料理人たちが今まで作ったことのないどんぶりを仕上げる究極のどんぶり対決。制限時間20分以内に美味しいものをご飯の上に乗せて仕上げるのがルール。いかなる食材を使うのも自由、見た目も味も美味しく仕上げていただきます。どんぶりで対決するということはもう両者とも、ね、あの自分たちの得意とするジャンルではないと思うんですけども、さあチャレンジャーいかがですか。どんぶりはフレンチでどんぶりっていうのが聞かないですよ ね、 ないから ねマスターどんぶりなんて作ったことあるんですか。はい、あ、本当に。いや、どんぶりというよりかはやっぱりしっかりとまかないとかでも美味しいご飯を炊きますか。なるほど、まあ、そういった意味でもすごく楽しみな対決でございます。それでは両者スタンバイお願いいたします。はい、
果たして2人の料理人はどんな食材をご飯の上に乗せて究極の丼を仕上げるのか。それでは参りましょう。究極の丼対決スタートです。丼ですね、宮迫さん。丼ですよ、はい、これやっぱりもう盛り付けが勝負。日本の丼料理をイタリアン、フレンチの両名がですねどうまとめていくかというところが、いや楽しみですね。楽しみですね。肝とチャレンジャーなんですけども、牛乳と米をですね、だしの中に入れました。これ何が入ってるだしなんですか。エビのだしとカツオ昆布、あとサフランです。サフラン、はい、サフラン、サフラン、このサフランを使う、色味も取りながらということですかね。そしてあのモンスターはあれはルクルーゼ。ルクルーゼですね。このお鍋ピンク、私も全く同じの持ってます。宮迫さん、はい、キモトシオマールエビを取り出してました。うわー生きてますね。すごいですね。す頭ピッてあるんよね。これ宮迫さん、はい、こちらモンスターシェフ、白いトウモロコシ。トウモロコシですか。これはトウモロコシです、ね、あ白いトウモロコシ、はいはい、千葉のねピアホワイトというトウモロコシで、実はこれ生でもいただけるんですよね。糖度20度近くあります。今日19度ぐらいありました、うん、朝取りしてきました今日。すごい、はい、これはいいわ。素晴らしいですね。こちらはすごいですね。女性なのにパキパキと、はい、バンバンね、はい、パワフルにどんどん意味を、ね、何か、ね、生きてるのをどんどんさばいてますよ。この丼はやはり最終的には彩りと、はい、食材のペアリング、はい、そしてあの味の構成がポイントになってくるんですが、はい、一口で飽きないように味が少し変化するようなことを多分両名考えてらっしゃるのかなと思います。なるほど、それいいですよね。いただいててどんどん変化するの楽しい。オマールエビを今茹で始めましたね。オマルビー出汁取ってるんですね。また、はい、モンスターちょっと取り出したものはチョリフじゃないね。トリュフをもうぶっこんじゃうんですね。これ今黒この時期にあの北半球にないんできっと南半球のものだと思います、うんうんうん、これしかもこのトリュフなんですけども、はい、ちょっとお米の上に置かれてましたよ。これはどういうことなんですか。まあ一昨日からですねご飯の中にトリュフ入れてるんでご飯にもトリュフの味がついてます、うん、あ、こちらに入ってるお米にもトリュフの味が染み込んでると、はいはい、すごいですね。今丼を作ってるんですよね、うん、想像ができないの。宮迫さん、はい、あれはあのトウモロコシも土のもの、トリュフも土のもの、そしてまあ米も土のものということで、合わせ方としてはこの土の香りを演出したトウモロコシの甘みとの共演を丼でという感覚かなと。なんか土から栄養をもらっている。さあモンスターシェフまた何か取り出しました。こちら何でしょうか。天然のうなぎです。うなぎ、うなぎ、うなぎですか。うな丼ってことですか。じゃあ洋風うな丼。いや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 、ね、全然味の想像がつかない。あそれでいうと宮迫さんやっぱり、はい、あのオマールはやっぱり油で揚げるっていうことはあまりしないので、きっとこうソテーといってフライパンで温めていくのかなというところ、今ハサミを入れております。もうオマールエビって本当スチームするだけでも美味しいんですよね。大好き。レモンバターソースだけでいただくとか、これちょっと、さあモンスターシェフ、うなぎに今これは何をつけているんですか。カレー粉とですね、小麦粉を合わせてカレー粉なんですね。これはちょっと期待できる。うなぎはカレー粉すごく合うのと、まあ、トウモロコシもすごくカレー粉が合うんで、なるほど、やっぱそういうちょっとアクセントでこういくんですか。すごい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 。オマールエビのね手は硬いですから ね分厚いです。女性がやってるってすごいわ、ね、それができないとシェフにはなれないですからね。やっぱりさばけないと、ね、このオマールエビで炊いたその頭のね出汁で炊くのは、それもロブションさんのすごい一番のメインメニューにもなってるんですよ。今キャビアを取り出してですね混ぜ合わせておりますね。これキャビアと何を混ぜ合わせてるんですか。ニースの方にあるブイヤベースっていうものにアイオリっていうソースをつけるんですけど、それにキャビアを入れてます。でもオマールエビにキャビア、キャビアいいじゃないですか。ねえ、あんなソース好きですわ。はい、もうなんかもう傷口にも塗りたいぐらいです。塗ってみろよ。塗ってみろお前。ぐらい言ってるでしょ。傷の話よろしいでしょうか。すいません。モンスターシェフも新しいお鍋取り出しまして、なんかすごい素敵な香りこちらもしてきます。これは焼いたうなぎの骨でちょっとコンセムと一緒に出汁を取ってます。うわー美味しそうだな。いろんな技法がもう飛び交っておりますね。さあモンスターシェフ、先ほどのうなぎにはい、もうつけて今、はい、カレー粉と小麦をつけたものを、ここから、たっぷりのオリーブオイルでカリッと焼きます。美味しそうですね。今カレーの香りがすごく素敵に今してますね。パウダーの香りが入ってきましたか、はい、入ってますね。あやっぱ飛ばしていきながら少し具合を残すんですね。残り10分、
木本シェフはですね、どんどんこのフライパンの中に、ソースですかねを作っていっております、はいはい、これ今何が入ってらっしゃるんですか。これはエビのお出汁で取ったアメリケーヌソースっていう、アメリケーヌソース、はい、美味しい。もうあの基本中のソースですね、あのマーレーリとかに一番合うソース、アメリケーヌソース。あ、すごい香、あのカレーの香りがしてきました、うん、ましたね。そちらまでしますか。ここでも本当に素敵な香りしますね。いい匂いですね。来ましたね、カレー。ちょ、カレーの匂いってほんまに食欲をそそられますね。いや、見てください、うなぎがひっくり返りました。これはすげえ。でもね、これね、あのモンスターのこれ絶対美味しいのも分かってるの。さあ、木本シェフも、エビをですね、フライパンに火にかけ始めました。バターで炒めておりますね。ソテーし始めましたね。ブリブリですね。ブリブリ。これだけでお腹いっぱいになるんですよ。まあ、そこまで火を入れていくと、こう、食感がジャクジャクとするような感覚がもう、はい、ありますね。さあ、今フランベしたんですけど、これワインでフランベしたんですか。あ、日本酒。日本酒。なるほど。これは面白いですね。日本酒ね。特に、ワインね。はい、そうですね。カツオだしという。カツオだしだから日本酒にした。日本酒でいったんだと思いますね。なるほど。いいですね、うなぎも。そのうなぎの切り身でハイボール4杯いけますね。私はシャンパンいけます。さあ、そしてモンスター、こちらソースですか。いい番組だ、はい、赤ワイン、マデラ、ポルト、ブランディでトリュフをこう刻んで入れたトリュフのソースですね。トリュフのチャレンジャー、ウニをバーナーで炙り始めました。甘くなるんですよ、やっぱり若干炙ったり、若干火をね、はい、トーストのウニが両者ともに見たことない、ね、何か、はい、そうですね、何かを持ってきそうな感じがまだありますね。さあ、炊き上がったこちらサフランライスになるんですかね、ご覧ください。綺麗な色。上にかけたのは何です。これ山椒と木の芽ですね。山椒と木の芽、プロトリュフ、すごい。これを20分で作っちゃうっていうのもすごい、ね、すごいですよね。そうですね。さあ、今うなぎに包丁入ったんですが、ザクザクっと、ザクザクっと、はい、その音が聞こえましたもん、上まで結構進んでますよ、これは。さあ、チャレンジャーはもう盛り付けに入ろうとしているところでしょうか。すごい、サフランライスの丼。いや、宮坂さん、やっぱこの丼って普段僕たちよく食べるじゃないですか。食べます、食べます。なんとなくやっぱ牛丼とかが国民食のイメージが。そうですね、はい、牛丼、天丼、残り5分、カツ丼、残り5分、5分。いやいや、うまいのは間違いないんでしょうけど。あ、でもちゃんとほら、おし、あの殻の尻尾を使ってね、多分それで乗せるところはもうフレンチですね。かつ女性的なところを感じますね。でもやはりこうお米。じゃあ、いきますか。さあ、神田うのさんとお揃いのルクルーゼの蓋が今。はい、ルクルーゼ、ハテストのハートも持ってる。いっぱい持ってる。これどんな香りが今してるんでしょうね。いや、じゃあ盛り付けます。これ絶対美味しいですね。絶対うまいな。美味しいですね。ピカピカ。うわー、すげー贅沢。なるほど、混ぜないでそういう感じでね。なるほどね、綺麗だね。ちょっとトウモロコシの甘い香りもすごいしてきますね。なるほど、うなぎが乗っかる。チャレンジャー、もうそろそろ完成が見えてきたんでじゃないでしょうか。ご飯が見えないよ。すごいね。うまっせやな。うん、オマールエビとウニの。そして今モンスターはソースをかけてますね。さっきのソースですね。ねえ、なおかつ置いトリュフ。その上にまさかの置いトリュフ。置いトリュフ、トリュフで追い打ち。何ですか。いや、まさにまた魔法来ましたね、宮坂さん。来ましたね。うなぎの上に置いトリュフ。モンスターシェフ、なんと時間を余してもう完成でしょうか。もうソースに入っちゃってます。さすが。モンスターシェフすでに完成。すごいですね。完成ですか。今木本シェフなんですけども、削ってもこれ何削ってらっしゃるの。すだちの皮。すだちの皮を香り付け。香り付け。なるほど。現状味の想像が明確にはわからないですね。はい、食べたことない。ないです、ないです。見たことないな、これ。さあ、こちら木本シェフもですね、時間を余して完成ということで。終了でございます。終了。すごかった。期待できそう。僕は食べれないけど楽しみですね。一度は食べてみたい究極の丼が完成。この後セカンドディナー。まずはチャレンジャー木本の丼から。作ったのはオマールエビとウニのアメリケーヌ丼。あのフレンチで丼って何かなっていうところから、パエリアだったりブイヤベースだったり思い浮かべてみて、存分にエビを味わっていただく丼にしてみました。なるほど。エビの殻から旨味を引き出すフレンチ伝統のソースで逆転を狙う。さあ、それではチャレンジャーのセカンドディナー、お召し上がりください。
ただきます。いただきます。のせ方もすごい綺麗、ね、黄色と赤とグリーンで。じゃあまずこちらのご飯を。もうこのご飯がすごくこのお出汁のお味がすごくしっかりと吸収されていて、本当に美味しいです。これはね、ワイルドキャットって感じだね。わからないですね。あの料理の感想の方だから、はいはい、意外とワイルドなんだな。ねえ、あのウニ炙ってましたよね。炙ってましたね。ウニの濃厚さと、はい、それからやっぱりパエヤとブダペストって聞いて、と思ったんですけれど、よくできてますよ。もうありがたい、こんなものも食べさせてもらって。工事現場の近くの定食屋の食い方やめてくださいね。いや、これはいろんな技が盛り込まれた素晴らしい丼、ありがとうございました。木本さん、ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい。続いてはモンスターシェフ渡辺の究極の丼。作ったのはまさに究極の食材を合わせた洋風うな丼。トウモロコシご飯、究極の、はい、でその上にカリッとソテーしたうなぎを乗せてトリュフのソースです。白いトウモロコシの旨味をまとった炊き込みご飯が甘みを醸し出し、さらにうなぎの骨の出汁が効いたコンソメスープでひつまぶし感覚で食べられるのもポイント。それではモンスターのセカンドディナーお召し上がりください。いただきます。いただきます。うわ、わー、綺麗、この美しい照り。ちょっとこれ、わー、すごい、すごいです。結構あのソーシャル保って離れてるのに香りが、トリュフの香りがすごいですね。スプーンで食べた方が美味しいかと思います。はい、スプーンでいただきます。うわ、まずちょっとトウモロコシと、ね、あ、これも絶対美味しい、これはおしゃれだ、これすごい経験だ、これ、うん、あら、美味しい、あら、夫人、素直に美味しいと、これびっくりだ、美味しい。で、もうこのトウモロコシがシャクシャク、みずみずしくて、うなぎにトウモロコシに黒いトリュフなんて初めてだわ、はい、そうですよね、あの、さあ皆さん、お出汁の方をかけてちょっとひつまぶし的にも、ちょっと次行こうかな。これ味変ができるのもまたいいですね。そう、もう本当にあの名古屋のひつまぶしのようで、藤井いかがですか。最高ですよ、最高、びっくりしてます、うん、お出汁かけてまた全然味が変わりますか。うん、これうなぎとあのトウモロコシの、はい、コンビ、初めてですけど素晴らしいですね、素晴らしい。真ん中の方一応審査員なので何がしかのコメントをいただきたいんですが、これはね、味のなんだっけ、独立記念日って何て言うんだっけ、インデペンデンスデイ、インデペンデンスデイ、味のインデペンデンスデイ、それぞれのお味が独立している、独立記念日でいいや、味の独立記念日二度と来んなよ。モンスターシェフ渡辺さん、ありがとうございました。ありがとうございます。この後いよいよファイナルジャッジと、その前に、さあ、シーコーヒーのご紹介です。はい、シーコーヒーなんですけれども、はい、深いコクとほのかな甘みのある香ばしいコーヒーなんですよね、はい、あのこちらのシーコーヒーなんですが、油を吸着する国産の炭や MCT オイルなど美容やダイエットをサポートする成分が入ったコーヒーなんです。なるほど、まあ、泡まで黒いじゃないですか。いや、黒いです。これ最初見た時かなりびっくりすると思うんですけども、うん、まあの味もコーヒーですごいめちゃくちゃ美味しくて、で炭のコクがあるので癖がなくてブラックでも飲みやすいんですよ。なるほどね、ちょっと飲みますね、はい、あ、うまい。あのダイエットコーヒーでこのインスタントやねんけど、普通のコーヒーとして美味しくいただけるんですよ、これ、おしゃれやし持ち運びがいいしね。そうですね、うん、あとはですね、普通のインスタントコーヒーを足したりとか、あと苦いのがちょっと苦手だなって人は、うん、蜂蜜とか豆乳を足して、はい、スイーツ感覚でアレンジして飲めちゃいますってことです。なるほど、はい、Amazon とか楽天ではですね、定価だからちょっと割高なんですけども、うん、それでもランキング1位なんですよ、ね、すごいね、うん、で公式通販サイトだと、まあ、半額で試せてどこよりも安く買えるから、うん、めちゃくちゃお得なんですよ。得やね、もう得やし、うん、まあ、何よりもね、普通にハマってめっちゃいいで飲んでるから、めっちゃ飲んでます。香りも素敵ですね、うん、基本的には味が好き、うん、はい、うまい。水をただ買う時代からミネラル成分で取捨選択する時代に変わってきてますよね。はい、
全身を構成するための必須ミネラルであるシリカ、ケイ素は、うん、体内では生成できないため意識的に摂取する必要があります、うん、はい、シリカの含有量世界トップクラス、うん、手軽に効率よく摂取可能で1日1本、うん、飲むだけの簡単な美容健康法、最高ですよね。最高です。ああ、飲みやすい、美味しい。いよいよ運命のファイナルジャッジ。2ラウンドの戦いを通じてもう一度食べたいと思ったシェフを審査員たちが選び投票。果たして勝者は？ファイナルジャッジ。有頂天レストランバトル、全てが決するファイナルジャッジ。セカンドラウンドを通して3人の審査員がもう一度食べたいと思った料理人は果たしてどちらなのか、すでに結果は消しております。有頂天レストラン、天空へ舞い上がる味を極めた勝者は、ジャッジメントタイム。トマトに合わせる和の食材でフレンチの垣根を飛び越え、一点究極の丼ではフレンチ伝統のアメリケーヌ丼で勝負をかけたチャレンジャー木本。一方、エディブルフラワーやカラスミでクロート好みの斬新トマトパスタを生み出し、トウモロコシ、ウナギ、黒トリュフを究極の丼にまとめ上げたモンスターシェフ渡辺。果たして2ラウンドトータルの勝者は？勝者、モンスターシェフ渡辺明。さあ、モンスターシェフ、まあ、勝利をしたということなんですけども、いかがでしょうか。なかなかやっぱ大変ですよね、これ。そうですね、5分ってかなり大変でしたよね。最初のね、パスタを投げ捨てる姿ってのはなかなか見れるもんじゃないですからまあ負けたと言っても別に美味しくなくて負けたわけじゃないですから。素晴らしかったです。お若いのに、うん、ね、ね、そして女性でしょ、はい、美味しかったですよ、本当に、ただ、うん、あのモンスターの方のお食事だった時は私すごい幸せでした、うん、幸せ感いただいたんで、うん、それが違うかなと思います。なるほどね、モンスターシェフと対決してみてどうでしたか。いや、さすがモンスターとしか言いようがないですけど、うん、僕はちょっとね、審査員じゃないから食べれてませんけども、もうただただ両者のお食事が本当に夢のある素晴らしい料理だったので、はい、食べたくて仕方ございません。早くあのこの皆さんも外食ができるようになって、こういった料理人の方々のお店に足を運んで本当に幸せな笑顔になってね、街に活気を戻してほしいですね。そういうことを祈りながら、異種格闘料理対決、有頂天レストラン、次回もまたお見逃しなく。さあ、お疲れ様でした。ちょっとあのシーコーヒー、炭のコーヒーですね。これちょっとお疲れ様です。これちょっと一旦落ち着きましょう。敗者っていう、これ別に負けではないんですよ、まあ、一応勝負としてはそうなったかもしれないですけど、実際今のご気分はどうですか。もう早くお酒飲みたいそこに関しては一緒やっぱ緊張しましたもんね。緊張しました、ね、でもね、勉強になりましたもんね。勉強になりました、ね、いただかせてもらっていいですか。ただただ食べたくて、すいません、ありがとうございます。いただきます。このバフンウニを炙ったところでございます。いや、こんなんもう負けとかそういう問題じゃないですね。いや、僕モンスターの食べてないですけど、絶対こっち勝ちですモンスターなんかチャラかったですもんね歯白すぎたし、僕はあの歯白すぎる人あんま信用できないです僕のチャンネルやし、編集で勝ちにしときますわありがとうございます。
ございます。うわ、おった、モンスターおった、モンスターそこおった。すいません、素晴らしい対決ありがとうございました。はい、というかもういろいろ勉強になったと思うので、これからも料理界を引っ張っていってくださいね。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。さあ、この番組にご協力いただいたスポンサーのワランティテクノロジーさんです。よろしくお願いします。はじめまして、はい、株式会社ワランティテクノロジー宮原でございます。お願いします。お世話になります。あのワランティテクノロジーってなんかすごいすごそうな名前なんですけど、具体的にどういったことをされてるんですか。弊社は企業が抱える保証関連業務を弊社独自のテクノロジーによって修理やまた補修はもちろん、配送やカスタマーセンター管理に至るまでワンストップで受託運営する保証事業を展開する企業でございます。なるほど、そんなにもカンペ読む人初めてですね。でもあの分かりやすかったです。 ありがとうございます。すごく分かりやすかったです。やっぱ YouTube 我々やってますので、いろんなあの機材とか保証とかそういうのいつも不安やったんですけど、あ、御社がそれをやられたってことなんですね。まあ、単なる保証の枠を飛び越えて、はい、企業とその先にある人、はい、もうずっと見てていただいて、安心信頼を守るべき、はい、まだ誰も見たことのない革新的なシステム、それからソリューションの開発も積極的に取り組んでいます。はいはい、例えばネットやお店で、はい、ご購入いただいた商品などの、無償修理や交換サービスを延長保証、製品保証として提供しております。うん、はい、メーカー様の保証はだいたい1年とか2年が当たり前なのですが、はい、そうですね、例えば、はい、1年プラス4年の5年の長期延長保証を追加できますといった、その保証を受託させていただいているっていうのが現状です。ちゃんと保証に入っとかなと思っているところに、あの御社との出会いがあって、本当に素晴らしい出会いだと思います。ありがとうございます。弊社は全国にですね、修理拠点とカスタマーセンターをですね、はい、設けております。はい、家電製品、住宅設備機器、他商品のですね、はい、センターを全国64箇所、はい、パソコンに至っては修理拠点は19箇所全国で持っており、サポート拠点も4箇所持ってございます。そんなに拠点あるんですね。はい、意外とですね、広く我々あのやらせていただいております。それは安心ですよね。またあの例えばですけれども、はい、購入された電気製品の取扱説明書にはですね、はい、故障や不具合が発生した際の連絡窓口、こちらが分かりにくかったりしますよね。そうですね、はいはい、そこで私たちは24時間365日保証加入様をお待たせすることなく、はい、安心して保証サービスを受けていただく受けるように、はい、取り組んでおります。はい、またリペアセンターの機能を日々拡充しており、はい、製造メーカー様や販売店様のブランドイメージを損なうことなくですね、はい、アフターサービスによって、保証加入様に安心してご利用いただけるサービス体制を、はい、整えております。なるほど、それは助かりますね。もう夜中に困ったりすることもありますからね。はい、なるほど。今まであの弊社はどちらかといいますと、はい、直接ご購入者様とですね、うん、関わり合いつながりっていうのが、なかったんですね。これを機にですね、多くの方に弊社を知っていただけるということで、はい、幸いです。ありがとうございます。ワランティテクノロジーさん、なくてはならない企業様でしたね。概要欄の方にですね、ワランティテクノロジー様のリンクを記載しておきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。